おはようございます。やんちゃです。2022年11月9日水曜日の朝です。タイマー18分。はい、よいしょ。やりますか、プランク。はい、やりますか。タイマー2分。あれ、来た。よし、やりますか。今日の天気、まあ晴れでしょ、どうせ。はい、ここのところね、ずっと晴れですよね。あれだな、でも松江の天気を、松江市の天気をタブに入れとくか。よいしょ。松江市は明日からどうかな。晴れですね、やった。松江に行っても毎日できそうですね、やんちゃクラブが。ちょっとどうやってやるかまだあれですけど、はあ、朝刊見るか。何、日本語教室空白地域 46%、 東京に教師の4割、地方は不足。あー、なるほど、国内の話か。国内で日本語を教えてくれるところが、ああなるほど、少ないんですね。北海道とか四国とかにも、あと九州かにも教える人がいないみたいですね。なるほどね。はい、まあ人がいないんでしょうね、そもそもね。あとなんだ、8、7、6、5、4、3、2、1、0。くへえ、試される個人マネー、ステーブルじゃなかった、大変そう。よし、腕立てやるか。何、脇を締め、よく分かってないんだよな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ふう、さて何の話からしようかな。昨日会社に出社して、で夕方勤務が終わってから、秋葉原の秋葉カラーズっていうライブハウスに行って、でライブを見て帰ってきたんですけど、それがなんかすごくて。いや、何がすごいかというと、まあなんちゃらアイドルを見に行ったんですけど、まあ、その秋葉カラーズってなんか結構珍しいんですよね、なんちゃらアイドルがやる箱としては。で今回なんだっけ、秋葉サウザンドっていうイベントだったんですけど、なんと入場料が1000円。すごいんですよね、1000円かっていう。なんか普段、そうですね、だいたい2500円から3000円ぐらいのところが多い中、なんと1000円で入れるっていう。しかも何ですか、スタート前に入るとワンドリンクとか必要ありませんみたいな。
だスタート後に入るとワンドリンクプラスで500円なのかな。だから1500円とかかかるわけですけど、なんと1000円で入場できると。いや、なんだろう、1000円で入場できるからなのか分かりませんけど、結構人がいっぱいいて、で、何ですかね、その他の対バンしている地下アイドルの性質なのか、その秋葉カラーズっていう箱の色なのか分かりませんけど、なんかオタクがすごいっていうか、なんて言うんですかね、秋葉原のアイドルオタクだなっていう感じ。これ難しいんだよな、その様子を別にムービーに撮ってるわけじゃないから。はあ、なんて言ったらいいんですかね、なんかそれの真似ができないから、その伝えることができないんですけど、なんか愛の手の入れ方とかがすごいね、独特っていうか。あとね、踊る。あのね、なんかあのステップすごいんですよね、あのダッ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 っていうやつ。わかります？わかんないと思うんですけど。はあ、なんか久しぶりに元気をもらいましたね。まあなんかそのアイドル、地下アイドルね、他の地下アイドルもまあ元気いっぱいでいいんですけど、それを見てこうすごい元気いっぱい盛り上がってるオタクを見る方がなんか元気がもらえるっていうか、いやー、なんかその自由に人生を楽しむっていうことについてなんか気づかせてくれるっていうか。かくありたいなという気持ちはありますね。はあ、なんだっけな、すごい、なんていうんですか、そのフロア全体を巻き込んでなんか盛り上げていくタイプのアイドルってたまにいるんですよね。そのアイドル側、つまりステージ側からなんかこう客席に降りてきて、なんか全員でぐるぐる回れみたいなやつとか。あれわしはそんなに好きじゃないんだけど、はあ、わしは隅っこの方でこう佇んでいたいので本当は。でもまあなんかそれもね、郷にいれば郷に従えというか、これが秋葉カラーズなんだなって思いました。はあ、なんかその夕方からライブハウスに入っちゃったから、昨日あった皆既月食ですか、皆既月食を見そびれちゃって。結局月が赤くなっている様をカメラに収めることはできなかったんですけど、どうしたらいいんですかね。どうしようもないですけど、一応そうだな、9時過ぎぐらいに外に出た時に空を見たらちょっと欠けてる月があったので一応撮りましたけど、これはあれなんですかね、普通の欠けじゃないですよね、昨日とか一昨日満月みたいな感じだったはずだから、なんか欠けてるってことは皆既月食だったんですよね、昨日欠けてたやつは。はあ、なんだっけ、なんか他の天体現象と同時に起こるっていうのがレアだっていう話だったんですけど、皆既月食自体はまたあるんですか。なんかちょくちょくある気がするから、わしそんなに今見なきゃとか撮影しなきゃっていう気にならないんですけど、どうでしょうね、まあまた何かしらあるでしょう。それを
楽しみに、いや別に楽しみに待つ必要ないか。なんだっけ、なんかすごい昔に、そうだな、10年ぐらい前に、2030何年の皆既月食みたいなやつをみんなで見るオフ会みたいなやつのアテンドだったっけな、アテンドっていうなんかそのイベントを募集、イベントの参加者を募集するプラットフォームみたいなやつがあって、それでなんかその何十年後の月食を一緒に見ようねみたいなやつで、なんかすごい人がそこに登録してたんですけど、みんなでもそのアテンドっていうサービスがなくなっちゃって、結局うやむやになっちゃったっていうやつ、もう忘れちゃったな。こういうのをなんかパッと出したいんですよね。アテンド自体はあるのか、いやないな、2020年に終わってしまったんだよな。なんだっけな、皆既日食か、皆既日食を見るオフっていうのがあって、そうそう、2035年にみんなで集まってみようねっていう、はい、そういうイベントでしたでもこのアテンドがなくなってしまったことによって、はい、なくなっちゃった2035年の皆既日食を見るオフ会をやりますか、やんちゃクラブの視聴者の皆さんたった13年後ですよ。はい、はあ、よいしょね、果たしてその時まで我々はまだ生存していることができるだろうかなんだかんだですぐだとは思いますよ。さて、昨日話していたマストドンの話なんですけど、マストドンね、マストドンちょっとやっぱりその素振りじゃないですけど、そのやってみようと思って、ひとまずあのコノハっていう、なんですか、レンタルサーバーの会社の VPS っていうやつ、バーチャルプライベートサーバーかな、を契約して使える状態にしましたと。なんかね、1年間使うことを確約すると安くなるチケットみたいなやつがあって、なんかそれを使ってなんか安く契約しました。安くって言っても月々980円分だから1万2000円ぐらい払って1年分の利用券を買いました。すごい久しぶりですね、 VPS とか契約するの。下手したら5、6年ぶりかな、5、6年ぶりですね。なんか VPS っていいんですよね、常時起動しているっていうこと。あとネットワークが使い放題、使い放題って言っても調子に乗ってひどいことしてると多分怒られるんだと思うんですけど、基本的には使い放題っていう部分が素晴らしいっていうか、まあその2点ぐらいですけどね、利点は。常時起動していても料金が定額、そしてネットワークが使い放題、あとはまあ安いですかね、それでいて安い。なんか昨日このバーチャルプライベートサーバーっていうのを契約してサーバーのセットアップをしてましたね。なんか自分のアカウントを作ったりとか、あとなんだ、ファイアウォールの設定とか SSH の設定とかですか。というのもなんかそのマストドンのドキュメントを見に行って、そのマストドンを立ち上げるためのドキュメントっていうのを
読み始めると、なんか一番最初にサーバーを準備するパートみたいなのがあって、でそこにそのなんていうんですかまずサーバーをセキュアな状態にしてくださいって、くれぐれもっていうのが書いてあって、そのなんですか、余計なポートを開けないとか、あとなんだ SSH はパスワード認証を切るとかあのいわゆる公開鍵による認証じゃないとダメな状態にしとくとか、あとなんだっけな、なんて言ってたっけな、あと最新の状態に保つとか、まあいろいろありましたけど、まあそのマストドン自体を立ち上げて動かすだけならまだしも、その他のマストドンサーバーと接続してそう協調して動くっていう性質がある以上、一つのマストドンサーバーがなんかクラックされたりして、なんていうんですか、あまり良くない挙動をし始めるっていうのは全体のために良くないので、そこはちゃんとしてねっていうことだと思うんですけど、ちょっとなんか身が引き締まりますね、そういうことをね言われると適当にやろうと思ってたんですけど、なんかね、もしかしたらその VPS とかでその生々しいサーバーで動かすよりは、そのヘロクとかそういうなんていうんですか、インフラ部分はなんかプラットフォーム側が面倒を見てくれるタイプのお任せサーバーみたいなやつで運用する方がなんかいいのかもなって思ったなんだけどな、まあヘロクもね、その別に無料で動かせるわけじゃないし、そんなに安くはないんですよね。多分 VPS 今回使ってる VPS の予算だとヘロクだと超えちゃうかもしれない。はあ。なんであれですね、今日この後ちょっと仕事して午後になったら出社して、で夜になったら東京駅まで行って、でご飯食べてサンライズ出雲に乗って、で島根県松江市まで行きますっていう感じなんですよ。なんでちょっとそうですね、あのサンライズ出雲の車内とかで VPS の設定する引き続きどうでしょうね、どうでしょうね、やるかなわかんないですけど、少なくとも朝6時ぐらいに岡山に着くのかな、岡山に着いてサンライズ出雲、サンライズ出雲は島根県に行く、でなんだっけ、サンライズ瀬戸は瀬戸まで行くっていうんで、あの岡山で分離するんですよね。で朝6時に分離する様をその動画に撮ろうかなと思っていて、早起きするつもりなんですよ。だからまあ早く寝ないとダメかもしれないですね。で早く寝て早く起きて分離の儀をこう撮影して、でやんちゃクラブついでに撮りつつ、そっから3時間ぐらいですかね、3時間ぐらい時間あるんですけど、その間だったらできそうな気がしますが、そこで問題があって、その岡山から島根までの間のサンライズ出雲ってなんかね、携帯電話のね電波が入らないんですよ、あんまり。なんか常に電波が1本しか立ってなくて、でちょくちょく切れるみたいな、そういうコンディションのなんか電波状況なので、 VPS の作業をするのとちょっと相性が悪いんですよね、うん、いやなので無理かな
今なんかそのサンライズイズムに乗車してから下車するまでの12時間ぐらいを一瞬でシミュレートしてみましたけど、やれるタイミングがあんまりなさそうな気はする。いつもね、その岡山から島根までの間、携帯電話の電波が入らずにすごい山の中をこう突っ切るように3時間走るっていう、なんていうか隔離された状態みたいな朝があるんですけど、そこはね物思いにふけったりしてますね。結構貴重なんですよね、そのインターネットがつながらない、あるいはつながりにくい状態で、しかもなんか電車にベッドに座って電車に乗ってるっていうでなんか景色を見ながらはーみたいなはーって言いながら3時間待つっていう、そこがサンライズ出雲で一番エモい時間帯かもしれないですね、下手すると。もちろんその東京駅を出てなんか熱海とかまで行くぐらいのその夜景を見ながらなんかガタンゴトンっていうのもまあおつなもんではあるんですけど、うん、それもね別にその時間帯の東海道線に乗れば似たような体験はできるわけで、やっぱりサンライズ出雲ならではっていうのは、岡山から先か、でもまあ岡山から先もね別に普通に特急に乗りゃいいっていう話ではあるから、そういう意味では一番サンライズらしいのは熱海から先ですかね。熱海から先でもうその終電が終わって通る駅がもう営業が終了しているっていう、そんな中をこう突っ切っていくみたいなのが醍醐味な気がしてきたな。はい、まあでもそれらも全部含めてトータルの体験なんですよはあ、やんちゃクラブどうしようかな。サンライズ出雲の中で撮影すればいいですか。でも今のこのカメラの距離確保できるかな、部屋の中でギリギリいけそうな気はするけど、すごいギリギリですね。でもまあいけるか。はい、なんか楽しみになってきたな。よし、じゃあ今日はこれぐらいにしておきますか。ほい、よいしょ、ほ、ふぅ、ピ、はい、じゃあバイバイ。